ルアーブル駅はフランスセーヌマリティーム県のルアーブルにある鉄道駅である。現在、駅前に立つ時計塔。現在のファサードは1931年から1932年にかけてアンリパコンの手によって再建された後、1944年の難を逃れて、1960年に修復された。しかし塔は爆撃で破壊され、再建されなかった。また、 金属の骨組みで支えられている。ガラス屋根は、ジュスとリシュにより建てられた駅のものがそのまま残っている。ルアーブルはかつて、トゥールレジフと結びついていた。今日、近郊輸送として、ドルビル駅までの列車が運行されている。当は1944年9月の爆撃の難を逃れたが、1960年代頃に道路を拡張するために破壊された。 ルアーブル駅では2007年7月13日から8月31日にかけて売店やホームを中心に改修工事が行われた。ルアーブル駅はポルトオセアン交通会社が運営を受託するラスタシオンと名付けられたバスの拠点を併設し、重要な交通結節点となっている。ラスタシオンは駅の隣にあり、次の公共交通機関の路線が発着している。1、3、 四五六ビス七八九十一の各系統 ABCEF の各系統ルアーブル駅の塔は2010年から復元される予定である。この復元は国際連合教育科学文化機関、歴史的記念物補助金、都市、地域圏、国鉄の支出とメセナによって行われる。再建工事は 路面電車の1号線が開業する2012年頃に終わる予定である。現在、駅前に立っている、時計塔は、クトポのバス路線が発着しているロンポワン広場に移される。2007年4月1日付レアブルリブレ。ありがとうございます。